堀江,堀江貴文、堀江貴文、堀江貴文、1972年10月29日体は、日本の実業家、著作家、投資家、タレントである。愛称は、堀江門だが、堀江本人が、あだ名やペンネームなどを名乗る際には高ポンを称している。SNS メディアコンテルティング、株式会社ファウンダー、インターステラテクノロジーズ株式会社ファウンダー、 株式会社七五五取締役、日本ゴルフ改革会議員、J リーグアドバイザー、大阪府の特別顧問、国際博覧会、万博担当である。元ライブドア代表取締役社長 CEO である。久留米大学布設中学校、高等学校卒業、東京大学文学部中退。中学、高校時代の同級生に、後に、衆議院議員となる小賀、小川淳。 ソフトバンク社長室長などを務めた、ミキユーシン、元宝オンラインエンターテイメント創業者の孫泰造、孫正義の実定がいる。1996年、平成8年4月、有馬昭子らと共に有限会社オンザエッジを設立。なお、堀江は、オンザエッジを設立後に、東京大学を中退している。資本金には、 アリマの父からの出資600万円が用いられた。1997年に株式会社に改装。同社は当時のインターネットが普及し始めた黎明期にいち早くホームページ制作、管理運営を行う会社して注目を集め、レコード会社などの一流企業のサイト制作を受け負った。2000年4月に売上高2億5000万円で東証マザーズに上場した。 2002年、経営破綻した、旧ライブドア社から営業権を取得した上で、ライブドアへ社名を変更した。ライブドアは、証券取引法違反により、2006年4月14日に、上場廃止となった。2004年に経営難で、オリックスブルーウェーブ、現、オリックスバファローズとの合併が決定された、プロ野球球団、大阪近鉄バファローズ買収を申し出た。 買収の申し出を拒否されると、今度はそれまで、球団のなかった東北に新球団を設立する計画を発表。球団名を、仙台ライブドアフェニックス都市、監督として、トーマス・オマリーを招聘すると発した。本業の競合他社でもある楽天と参入を、競い合うが、経営体力の不足等が指摘され、審査の結果、楽天、東北楽天ゴールデンイーグルスの参入が決定。 ライブドアの参入は実現しなかった。2005年2月、自身が社長を務めるライブドアが日本放送の株を35%取得、同社最大株主となった。その後2月21日現在日本放送株を40.1%取得したが、2005年4月、ライブドアの所有する日本放送株式すべてをフジテレビジョンが取得したことで、買収は失敗した。 2005年8月16日、衆議院の解散、いわゆる郵政解散に伴う総選挙において自民党から福岡1区での立候補を打診されたが、出馬するかどうかは未定であることが明らかとなった。一方、民主党の岡田克也代表、当時とも会談を行うが、民主党からの立候補は見送られた。自民党からは、堀江の擁立に対する批判が相次ぎ、 また、堀江が自民党の説得に応じず、ライブドアの社長を辞めないことを表明。堀江は無所属として、亀井静香、当時自民党を離党し、国民新党所属選挙区である、広島6区で立候補すると発言したが、立候補の記者会見を自民党本部で行っていたこと、広島6区で自民党、公明党が候補を擁立しなかったこと、 竹部勤務自民党幹事長や竹中平蔵経済、財政政策担当大臣など、自民党大物幹部が、堀江の応援演説に訪れていた。竹部は、我が弟です。息子ですと堀江を持ち上げたことから、自民党による、亀井静香への対立候補として世間から認知されるようになった。対立候補の当事者であり、資格という言葉を最初に用いていた、亀井静香は、 ホリエについて自民党の資格が自民党を名乗らない。忍者金と批評した。2005年9月6日には東京都内の日本外国特派員協会講演で憲法が天皇は日本の象徴であるというところから始まるのははっきり言ってものすごく違和感を覚える。歴代の首相、内閣、議会が変えようとしないのは多分右翼の人たちが怖いから。 インターネットの普及で世の中の変化のスピードが速くなっているから、リーダーが強力な権力を持つ大統領制にした方が良という天皇を否定とも取れる発言が物議を醸し、選挙特別番組でも亀井静香が自民党が天皇を否定するような人物を擁立すべきでないと述べ、自民党幹事長代理の安倍晋三等に対し不満を、どうした 選挙の結果としては、亀井静香の地盤である、広島ロックでは、厳しい選挙戦を強いられ、公明党支持者からの票を得るために、比例は公明党に取れんこまでして、終盤で追い上げたが、結局は、亀井静香11万票に次ぐ8万4千票で、落選した。民放の開票速報番組で、比例は公明と訴えていたことについて、丸山和也、当時は非議員。 県参議院議員に真意を尋ねられると、公明党は改革を支持している政党だからと発言した。落選後、今後の衆院選で同じ広島6区から出馬する意向を示唆していたが、翌年の証券取引法違反事件で自身が東京地検に逮捕されたことにより、4年後の2009年8月の総選挙には出馬しなかった。また2010年の参議院選挙では、 衆議院選挙を戦った亀静塚より国民新党からの出馬を打診されたが辞退している。東京地検特捜部の指摘によるとライブドアが実質的に支配する投資事業組合がすでにマネーライフ社を買収していたにもかかわらず増資や架空売り上げを計上するなどしライブドアマーケティング社現メディアイノベーションがそれら事実を偽って公表したとするもの 判決によると、粉飾により、時価総額を高めて高い企業価値を偽装して、他社を買収する度、巨像により、社会を欺いた点が極めて悪質とされた。その結果、単なる粉飾決算である、他の事例よりも重い刑罰が確定した。東京地検特捜部の指摘によると、ライブドアの2004年9月期の連結決算では、形状赤字であったにもかかわらず、架空売り上げの形状、 投資事業組合を通じたライブドア株式売却による投資利益を売上計上し、50億3400万円の計上黒字であるとする虚偽の有価証券報告書を提出したとするもの。ホリエモンに代わる愛称をインターネットの自身の SNS で募集したところ、全家門というあだ名が一番多く上がってしまっている。自分の時間を相手のせいで奪われるということを嫌をし、 電話ではなく、メールなどを好んでいる。自分の時間を生きることが、ビジネスマンとして大事だという考えを持っている。世の中で生きるためにそういった闘争そのものを目的に、してきた人生だったとは考えていないが、限られた一生を幸福なものにするためにはそうする、必要があると著書に綴っている。学生の頃は柔道をやっていた、ライブドア事件の後にライブドアグループは再編され、 会社の顔でもあったポータルサイトライブドアを含むメディア事業は LINE の前身である NHN ジャパンが買収しサービスも承継されたその後同社はアプリ LINE の開発を経て LINE に社名変更しておりデッサは強し旧ライブドアメディア事業部長など LINE の役員陣にはライブドアの幹部や社員でった人間が含まれているホリエは ライン上場の際、元上司の立場から長かったとするコメントを出している。メディア事業だけがライブドアではなく法人格も存続していないため、ラインを元ライブドア、ホリエをラインの元経営者とするのは厳密には誤りである。自身の著書ではゴーストライターを使用しているとの声もある。2017年2月4日。 六本木ホリエモン祭開催 BR2017 年3月11日ホリエモングルメ祭りイン福岡 BR いずれも過去のもの楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。